そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、今日はね友達ともっと仲良くなりたい、そんな子供たちに伝えたい話の聞き方ですね。話の聞き方、突然やけどみんなに質問です。なんで俺の話を聞いてくれへんねん、なんで俺がやろうって言った遊びを誰もやってくれへんねん、そんな風に思ったことない？おかっちゃんそんなことばっかりやったんやけどな、そんな風に思ったことないかな。大事なことを教えるよ。もしあなたが友達に話を聞いてほしいんやったら、まずはあなたが聞かないといけない、そういうことね。もう考えてみて、お医者さんね、お医者さん行くやん。例えば頭が痛いって言ってお医者さん行くやろ、行ったことあるやろ。お医者さんとこ行きましたと、でガチャってドア開けて椅子に座ったと、椅子に座った瞬間にお医者さんが、じゃあ今日は注射打っときましょうか、何これって思わへん。いや全然話聞いてないやん、話聞いてないのに何の注射、俺がどこ痛いか分かってんのこの人って思わへんな、思わへん。その注射打つ打たへんやろ。打たへんよ、おかっちも怖いやん。何が入ってるか分からへん。そうじゃなくて椅子に座りましたと。今日はどうしましたか？お医者さんが話を聞いてくれます。そうなの、なんか3日ぐらい前から頭がなんか痛くて、どんな風に痛かったんですか？ズキンズキンって痛くて、あ、痛かったんですね。他に痛いところはありますか？頭以外にも熱もあって、熱何度やったんですか？熱は7度5分ぐらいですね。他には？そんなところですね。そうか、頭が痛くて熱やったんやね。それやったら熱を下げるこの薬と頭痛を治すこの薬を飲んだら、3日飲んだら治るからね。そう言われたら、その薬、飲むってならへん？なるへん？おかちなるんよ。そういうことやね。そうやろ？話を聞いてもらうから、相手の話を聞く。相手の薬を飲むんよ。だからもしあなたが話を聞いてほしいんやったら、もっと友達と仲良くなりたいんやったら、あなたが考えたその面白い遊びをみんなにやってほしいんやったら、聞く力をトレーニングすることが大事です。聞く力、ここの力やで。これ耳たぶのトレーニングちゃうで。これ引っ張って伸ばしてとかやっててもちゃうで。そうじゃないよ。聞く力のトレーニングです。はい。今日は友達を作るために、友達ともっと仲良くなるための聞く力、3つ紹介します。基礎です。ビギナーです。初級編です。3つ。まず1つ目。アイコンタクト。目を合わせるということですね。で、2つ目。話を最後まで聞く。これな、二つ。三つ目、うなずく。こんな感じね。順番に紹介するよ。まずは一つ目、アイコンタクト。目を合わせる。これめっちゃ大事よ。アイコンタクトっていうのはプレゼントです。あなたの話をちゃんと聞いてますよっていう合図であったり、サインであったり、贈り物やね、相手に対してな。そうすると、あ、この子僕の話聞いてくれてるんや、もっと話をしよう、もっと話そうってなるんよ。そうすると君たちはもっと相手のこと分かるやろ。相手のこと分かったら、あ、この人分かってもらえたってなるんよ。そうなったら、あ、じゃあ僕も話を聞いてみようってなるんよ。そういうことなの。だからアイコンタクトはとても大事です。話を聞いてるよっていうサインだからね。でもいきなり目を見るのってちょっとこう緊張せへん？ちょっと緊張せへん？おかっちもね、実はね、20歳ぐらいまでちゃんと目合わせて話聞くことできへんかったよ。そんな人いると思うね、おかっちがそうやったからな。そういう時は大丈夫。目じゃなくてもいいから。ここ。顎でもいいから。顎を見てたらな、相手もちゃんと目を見てくれてるっていう感じなんねん、ここ見てたら。で、それができたら、ちょっとずつレベルアップしていこう。じゃあ次は、下の唇。次は、上の唇。次は、鼻の下。次は、鼻。次は、ここのなんかおでこみたいなとこ。もう次はもう目見るみたいな。ちょっとずつレベルアップしてったらいいねん。な。そんな感じでレベルアップして、行ったら、なんかかっこいいイケメンの男の子でもさ、可愛い女の子でもさ、ちゃんとその子の目を見れるようになるからね。はい。二つ目。
話を最後まで聞くということ、これはおかっちが最もできなかったことです。はい、相手が話してんのに、あ、その映画知ってる、こうやってこうやってこんな映画やったやろ、それおもろいよね、でもおかっちもね違う映画も知ってるでみたいな、相手が何か言いました、いやそれ間違ってるよ、それ全然違う、おかっちはこっちの方が正しいと思う、話を最後まで聞いてないのに途中で相手の話を奪ったり、途中で相手の話を批判反対したりするね、これブブーです、これブブー。こうすると、あ、この人全然話を聞いてくれへん、この人と一緒にいても全然面白くないって言って友達去っていきます。おかちそうやったから、一人ぼっちになったことあったからね。そうだから、相手が話し終わるまで最後まで聞くということ、その聞くときには頭を真っ白にする、あの人が言ってることが正しいとか間違ってるとかそんなん気にしない、いいこと言ってるとか間違ってること言ってるとかそんなん気にしない、まずはちゃんと話を聞くということね、最後まで聞くね。で、途中で自分が次何言おうかなって考えない、そう考えてる状態も相手にバレるからね、バレちゃうからね、あ、この人全然話聞いてないってなんねん。だから、ま、頭を真っ白にして、相手の話を評価しない、ジャッジしない、点数をつけない、その状態で最後まで聞くということです。そして最後、三つ目。うなずくです。うなずく。ね。これ簡単ですぐできるね。これうなずくっていうのもアイコンタクトと一緒で、あなたの話をちゃんと聞いてますよという合図です。サインです。贈り物です。プレゼントなんです。こううなずくね。これ簡単ね。でもこれ早くしすぎたりさ、なんか大げさにこうやりすぎたら、あ、この人嘘ついてるって思われるやろ。なんか自然にでいい。自然に。ふん、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 ふん。なるほど。ふん、ふん、ふん、ふんって声出してもいいよ。はい、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 うん、うんって声出してもいいね。これうなずくね。とっても大事なことでございます。はい、ということで皆さん分かりましたでしょうか。簡単やったやろ。今日はね、すぐに今日からみんなができる話の聞き方を教えました。3つね、復習。はい、1つ目、目を見るアイコンタクト。アイコンタクトはプレゼントです。あなたの話を聞いてくれるよっていうサインなの。ちゃんと相手の目を見て話を聞きましょう。2つ目、最後まで聞く。相手の話を奪わないということね。で、最後までこう、うんうんって話を聞いて、頭の中真っ白にしてね、真っ白にして、途中で話を奪わないということ。これとても大事なことです。そして三つ目は、うなずく。うなずく。相手の話に合わせてうなずく。そうすると、相手の友達も安心して自分の話をできるようになります。悲しいことも苦しいことも。ね、話せるようになる。そうすると、友達は楽になるやろ？あ、この人分かってもらえたって楽になるや。楽になってもらえたら、あなたのことが好きになるの。この三つ、この三つをすぐにあなたがやれば、いつの間にか、なんか分からんけど、自分の周りにはたくさん人が集まっている。そんな人気者になれると思います。はい。ぜひ、今日からやってみてくださいね。はい。ということね、もう少しだけちょっと時間があるからな、お話しさせてもらうとね、本当におかっちはね、話を聞くことができない子供でした。でもアイデアはたくさん出てくる。で、いろんなね、なんていう？考えとかおもろいのがどんどん出てくるね。でも全然誰も聞いてくれへんかった。思ってたよ。なんでおかっちのアイデアの方がいいのに、なんでそれ採用されへんの？聞いてくれへんの？なんでおかっちの遊びの方が面白いのに、なんでそんなおもんないことばっかやってんの？っていじけてたよ。ね、わ、そりゃそうやん。だって僕が話聞いてないもん。僕が聞いてないのに相手聞いてくれるわけないやん。そうだから、相手は基本的に自分の鏡やと思った方がいい。わかる？だから自分が聞いてほしいんやったら、まずはあなたが聞く。自分がね、消しゴムとか貸してほしいんやったら、普段からあなたが貸す。自分が優しくしてほしいんやったら、あなたが優しくするということね。あなたがやってほしいことをまずはあなたがする。相手はあなたの鏡だから、あなたがやった通りにな、すぐには帰ってこへんかもしれん。でも、ちょっと先の未来で絶対に帰ってくるから。で、試しにやってみ。あなたがずっと怒っててみよ。ずっと不機嫌でご機嫌斜めやったらどうなる？相手もなんか気分悪くなるやろ？そうなの。あなたが楽しくて、気分が良くて、ご機嫌さんで話を聞いてたら、相手も楽しくあなたの話を気分よく聞いてくれるようになる。相手はあなたの鏡です。
そんな感じね。OK? はい。ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは、学校生活が楽しくなる、そんな動画を配信していきたいと思います。ちょっとでも元気になったとか役に立ったなと思ったら、これ、いいねボタンを押してください。いいねボタンね。そして、もちろんコメントもよかったら、いっぱいやってコメント。どんなんでもいいから。おかっち全部見てるから。そして、チャンネル登録もお忘れなく。という感じで、今日はこんな感じでおしまい。それでは皆さん、また会いましょう。ワンダフルな一日を。さよなら。はあ、軽い感じ、好き。